妖怪百年本門キュウリの狐の最後の物語。かつて出会い争い契りを交わした太陽ヤマタノオロチ、共に人の子を振り支配し、あげくその大蛇をも手にかけ、ついにこの世の頂を手にしたキュウリの狐は、長いまどろみの時を漂っていた。百物語第10話、白面金門キュウリの狐。百物語第10話、これにて終幕。